今日のヒーローはもちろんこの方、初登板初先発として初勝利、佐藤和真投手です。この大歓声どう聞こえていますか？いやもうすごいびっくりします、はい、まずは昨日支配下選手として登録されて初めての一軍マウンドでした。東京ドームのマウンド、どのように準備をして臨んだんですか？もう前日からすごい緊張してて、まあ、ちっちゃい頃から見てるマウンドだったんで、そこはすごく楽しみに全力で準備しました。そして実際マウンドに登って対峙したジャイアンツ打線、試合中はどんな思いでしたか？もう一人一人必死で、もう全力で一球一球投げました。試合前にはベンチでノートをご覧になっていたと思うんですが、あれは何を見ていらっしゃったんですか？相手バッターのこうなんか傾向とかそういうのをしっかり見て頭に入れてマウンド上がりました。それから5回1安打無失点好投して、その後ベンチからはどんな思いでリリーフ陣の踏ん張りを見ていましたか？一番はほっとしたのが一番で、あとは勝てたらいいなっていうふうに思って待ってました。そして見事に初勝利を掴み取りました。初勝利の記念のボールは今ポケットに、こちらはどうしますか？家族が見に来ているので家族に渡したいと思います。あ、今日はスタンドにご家族いらっしゃってます。そのご家族があちらにいらっしゃっていますけれども、一言ご両親をはじめご家族にメッセージもお願いいたします。少し時間がかかってしまいましたが、関東で勝てていいところを見せられてよかったと思います。佐藤選手の活躍でチームは今シーズン初の5連勝です。ぜひレフトスタンドを中心にお集まりのバファローズファンに関しても一言メッセージをお願いします。本当にすごい声援を送っていただいたので、ものすごく力になりましたし、勝ててよかったです。はい、おめでとうございます。見事初登板初勝利、佐藤和真投手でした。ありがとうございました。